入ってない部屋がある？え、嘘。ここまで来てまだ入ってない部屋がある？ここ宴会場でしょ？え、行ってない部屋ある？マジで？俺の目って節穴？行ってない部屋はないよ。こっち行けないでしょ？もう余裕だな。行ってない部屋。なるほどね。知らな まさかこんなところにあるとは思いもしなかった。いや、びっくらこいた。タンスいっぱいだな。タンスがかまど？うわーって、これ背後にもあんのか。めっちゃある。見逃してそう、むしろ。よし、なんやろ、もう上を見るか。ああ、で、何？原子札は見えないものを見ようとするんだっけ？見えないものを見ようとして、隠されたものを見えるようにする札。で、これを持ちながら、ループゲーのとこに行けばいい。お砂糖をくれたら通してあげるよ。すごーい。ほれ。ありがとう、ありがとう。女湯。温泉の効能、肩こりでいまいち若返り。ちゃんとお湯張ってある。だが何もない。あ、瓶が上がってる。なんてこったい、なんてこった 一生の不覚で、こっちが男湯。なんもないわけないよな。ないわけない。あるわけある。あ、お湯がない。え、お湯はない。あ、見えないものを見ようとする。見えないものを見ようとする能力。え、なんもない。そしていなくなってる。いや、とりあえず、じゃ宴会場にこれを。あれ、でも苗木くんじゃないけど、枯れ木が若返るんじゃね？ぽい。おう、すごい。もう慣れた。もう慣れた。で、ポンと。あ。何か来そう。待って、見えないもの見よう。ちょっと待って。風魔札が？歪なものを封印する。で、
加減、見えてはならないものを消し去る札。うわーこれ宴会場出たらなんかありそう。あ、デゼラも風魔札を。原破札。うわーなんか、待って、この世のものとは思えないものが来そう。見えてはならぬものってなんだ？見えてはならぬもの。あ、怖い。お前って あ、わかった。わかった。お風呂で、この頭蓋骨を入れると、若返って人になる。ね。いや、惜しかった。惜しかったわ。いや、発想はいい。発想はいい。ビート刻むわ。ビート刻む。どうなった？あれ？今こっからこうやって破言札を持って、なるほどね。見えてはならぬものを消して消し去る札。はあ、気がつくと外はすでに明るくなっていた。あの旅館は、人間は結局何だったんだろうか。悩んでいても仕方がない。今晩は悪夢を見ないことを祈って今日も一日頑張ろう。ジム。今日も一日頑張るぞい。ということでね。お疲れ様でした。作者の人がいたみたいですね。気づかなかった。わーい、クリアー。毎回閉まらないよねって。あれ？一つ札使ってなくない？原子札と？原子札と？破言札と？あとなんだっけ？あ、風魔札は最後使ったのか。これさ、動画のコメントにもあったんだけどさ、キティちゃんのさ、キティちゃんのなんか、ポップコーンメーカーみたいな感じの、あんな声に似てる。キティはみんなの人気者、世界でやったで、ふんふんふん。コングラチュレーション。
クリアおめでとうございます。 3D リソースパックを使ったホラーはいかがだったでしょうか。楽しんでいただければ幸いです。ここから先はデバッグルームです。適当に組んでいるのであまりお見せでできてもこの方の近くにあるコマンドブロックのスイッチを押すとスペクターも交換口なり爆破解体なりご自由にどうぞ。はい、ありがとうございました。ではお疲れ様でした。おやすみ。おっつー。ここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、Twitter フォロー、ニコ生お気に入り登録、Twitter 拡散、Twitch 登録、LINE スタンプ1日10回使用。よろしくお願いします。では、おっつー。